パッと、こっちこっち、こっちから回る。よし。え、趣味の部屋からこんばんは。どうも、ダニーブヒケンです。ちょっと待ってください。ゼハゼハしちゃって、もう。ちょっと待ってくださいね。今日はね、ちょっとね、やっとね、いただくことができます。オールドクロー、開けさせていただきます。このニューボトルの時に奏でるこの音、いいね。それでは皆様、私のこの動画を晩酌のあてに流していただけることを願っております。それでは本日もお仕事お疲れ様でございました。いただきます。飲みやすいですね。久保山様ありがとうございます。違うな、差し入れありがとうございます。やっといただくことができます。飲みやすいな。早速いきましょう。本日の議題は、毎回ね、議題とか言ってるけど、そんな大したね話はしてないんでね、皆様その辺はちょっとね、優しい目とね、広い心でご視聴していただけるとね、ありがたいと思っております。ちょっと本日はですね、革ジャンのお話をちょっとさせていただこうかなと思いまして、まあ例によってね、もうすぐ還暦のしなびたおっさんの、趣味のお話にね、また付き合っていただこうと思っております。はい、ちなみに本日着用してるのがね、1950年代のヴィンテージのヘラクレス。ドボンもね、ちょっとこのヘラクレスを着ると、ブヒケンブランドではなくて、ダニーブヒケンって言いたくなっちゃうんですよ。まあちょっとね、話がね、くどくて長くなるかもしれないんですけど、結局、まあ誰しもそうだと思うんですけど、私がこういう革ジャンとかジーンズとかブーツとか好きになった、まあアメシャもそうなんですけど、きっかけが映画なんですよ、もともとはね。まあ過去にも言ったことあるんですけど。当時私がまだね、青春という二文字をね、着実にこう歩いている頃の時代に、今みたいにね、こうインターネットとか携帯とかもない時代ですよ。やっぱり情報をさ、とか知識を得るのはさ、もう紙媒体の知識か、知ってる人から話を聞いて教えてもらう。まあ主に先輩たちとかね。まあそれとか、ブラウン管、まあ、ブラウン管って言っても今の人わかんないか。テレビですよね。テレビの中の話を見て拾い集めるような時代だったんですわ。で、その頃ね、やっぱね、特に小学校の高学年ぐらいとかになるとさ、夏休みのさ、深夜劇場みたいなのやってたんですよ。夜中に、要は映画だよね、映画。それをテレビで流すっていうのをさ、やってたんだけどさ、やっぱね、夢中になっていろいろね、見たんですけど、なんでだろう、思い出に残ってるのが、やっぱりオールディーズとか、フィフティーズとか、そういうのの映画なんですよね。で、私が一番初っ端に、そういう強烈なパンチを食らったのが、それ言うとね、邪道だっていう人もいるんだけど、グロウィングアップって映画があったんですよ。コメディの映画ですよね。まあ時代設定がやっぱその辺の年代のやつでさ、ただオーストラリアかどっかの国の映画じゃなかったかな。ちょっとちゃんとした知識がないんでね、うろ覚えで申し訳ないんですけど。まあでもその、オールディーズカルチャーみたいなのが前面に押し出されてる、まあ当時の若者の恋愛映画のコメディ版みたいなね。うん、意外に面白いんですけど、それからね、衝撃を受けちゃって、まあその後にやっぱりアメリカングラフィティとかも見て、でいいなぁなんて思ってたんですけども、本当に強烈にすごかったのが、もうそっから何年か後になるんですけど、グリースって映画があるんですよ。知ってる方は知ってると思うんですけど、でかねてより私言ってるように、私がこういうものに影響を受けた映画というのが、特にアメシャとかもね、大概の人でもないんだけど、結構多くいるのがアメリカングラフィティね。アメグラにちょっと衝撃を受けてっていう人も多いんですけど、俺グリースだったんですよ。で、昔ね、そのグリース、まあ、内容は省きますわ。自分でね、調べてください。グリースの中の、まあ、主人公、ジョン・タラボルタさん、いるでしょ？ね、偉大なる俳優、ジョン・タラボルタさん。この人すごいよね。まあ、その人が、若い頃にね、主演を務めた映画で、まあ、あの映画が面白くてさ、今でも1年のうちに1回か2回は見るのよ俺。でね、昔さ、ちょっとね、
調べたことがあるんですよ。調べたっていう程度のもんでもないんだけど、そのグリースのに出てるジョン・トラボルトさんがやってたダニーという役、ティーバーズのリーダーさんですよね、の学校の不良グループですよ。で、の着てた革ジャンが、インターネットが駆使できるようになってから分かったんだけど、どうもね、俺こうヘラクレスじゃないかなって思うんですよ。まあヘラクレス型、ヘラクレスのこの D ポケット型ね、これじゃないかなって思うんだ。上の襟の方がやっぱりでかいし、背中にこの これわかる、なんていうのかわかんないんだけど、これがあるんですよ、6つで。ちょっとこう絞ったこの肩のね、このあれなんかね、このヘラクレス、俺はそれを見た時に子供の頃分かんなかったけど、これ絶対ヘラクレスだよなって思って、まあでもちょっといろいろ調べてもさ、そういうのは出てこなくて、この革ジャンを着用してますっていう、マーロンブランドのね、暴れ者のデュラブルみたいな感じですよね。向こうは結構マニアがいるんですけど、そのグリースの方はそんなにマニアがいないと思うんですね。そのグリースのダニーが着ていた革ジャンが何かとかね、言ってる人はあんまり見たことないんだけど。で、俺まあちょっとね、何年か前にそれを見たとき、これ絶対ヘラクレスだよなって、もしくはヘラクレス、Dポケット型の当時のシアーズとか、まあ他にもね、いっぱいあるんですけど、のやつじゃないのかな、シアーズのヘラクレスのやつじゃないかなって思ったんですよね。何回もこうやって見てるんだけど、先週も見てたんだけどさ、まああんまりね、はっきり映るシーンもないんだけど、多分ね、俺ダニーが着てる革ジャンがヘラクレスだなって思っちゃったもんで、今ね、ヘラクレス着てると、なんか、ダニーになってる気分がするっていうね、そういうくだらないお話です。いやー、あの絵がね、結構面白いんですよ。コメディチックで面白いのね。で、要所要所に結構、僕的に突き刺さるセリフとかさ、シーンとかもいっぱいあってさ、まあ、ミュージカル映画なんですけどね、昔見た時はね、仲間内にそういう話した時にさ、あれ、なんかすげえつまんねえくだらねえ映画だよなーなんて言ってたけど、心の中ではすごい好きでさ、今でも大好きでさ、で、ああいう映画の良さっていうのが本当にこの年になってやっとこういろいろ分かってきたみたいなね。いやー、ちょっとね、考えるとジョン・トラボルタさんとか、オリビア・ニュートン・ジョンさんですよね、あれ、俳優さん間違ってたらごめんなさいね。いやね、ちょっとね、皆さんね、見たことない方はね、ちょっと見ていただけるとね、革ジャン好きにもいいし、アメシャ好きにもいいしね。なかなか面白いですよ、あれ。それでですね、まあ、ちょっとそういう話をした、ヘラクレスでね、そういう話をしたかったっていうのが一つと、あと、視聴者さん、ちょっと待って、何さんだっけかな。視聴者様のね、MX さん。っていう方がちょっとご質問をくれたんですが、全部お気に入りだと思いますが、強いて言うなら一番最高だと思うお気に入りの一着を教えていただきたいですと、っていう言葉が入ってきたんですよ。初めて書き込みくれた方かな、この方は。ありがとうございます。はい。と、しなびたおっさんの定休日前日に調教するブーツと革ジャンを選んでっていう動画に対してくれたんですけど、これ一着を教えてくださいって書いてあるから、ブーツの方ではなくて革ジャンの方だと思うんですよ。間違ってたらごめんなさい。なんでちょっとね、今日はね、私のね、気に入りの革ジャンをね、お話ししたいなと思いまして。で、ちょっとね、こちら見てください。まあちょっと私、まあ大してないですよ、私は革ジャン。あとね、ちょっと今ヘラクレス着てて、で、ちょっと今、隣の部屋に、ショットのリボンタグ、ね、前期モデルと後期モデルはちょっと隣の部屋に置いてあるんですけど、入りきんなくなってきちゃってさ。で、匂いが2着はきついもんでね、ちょっと別に保管してあります。MX さんも書いてくれたんですけど、全部お気に入りだとは思いますけどって書いてくれたんですけど、そうなんですよ。全部お気に入りなんですよ。甲乙がつけがたい。どれか1着を選べとなると、選べないんですよ。全部やっぱね、ねえ、もうちょっとこれだけはね、どれがどうで、どれがこうで、これがこうでっていうのは私ないもんで、まあもちろん A2G1 の方もそうですけど、全部まあ B3 もそうだけども、全部含めて、全部平等に愛してるんですね、これが。まさに革ジャン一夫多妻制。やっぱね、MX さんもわかると思うんですけど、女性と一緒なんで、どれもこれもやっぱりね、
良さっていうのはやっぱりありますよね。それを一着ずつ説明してくれって言われても、私は説明できますよ。この革ジャンはこうでこうで、ここがこうでこうでっていう風に、ね。でもそれをやるとクソ長くなっちゃうんで、まあ、ちょっとその辺はね、カットさせてもらいますけど、そうですね、ちょっとね、思い入れっていう話をすると、やっぱそれも全部に思い入れがやっぱあるし、特にこの新しく加わった3着とかなんかはね、まあそういうとこう、まあ217もそうだけど、それを言うとね、やっぱり618もそうだし、デュラブルもそうだし、インディアンもそうだし、ブコもそうだしな、ブコなんかあと2着ぐらい欲しいもんね。で、エアロレザーはね、ちょっとやっぱり最近ね、もうなるべく着ないようにしてるんだけど、革自体がやばくなってきてるんですよ。もう。で、着るとね、僕白い T シャツしかインナー着ないんだけど、この黒い色がね、T シャツにもう映っちゃったりするんですよ。それぐらいもう着ちゃってるので、で、去年一回ほら、ちょっと破いちゃってさ、まあ補修してなんとかなってるからいいんだけど、ちょっとね、もうやっぱり革ジャンもあれだよな。これ1990年代の頃の革ジャンなので、まあ30年とか経つとそうなってくるんだろうね。もちろんまだまだ全然着れますよ。着るには着てるからね、俺もね。そうだね、思い出が一番長いっつうとこれだよね。これ、思い入れではなくてね、思い出が。でもこの618もクソ思い出あるしな。そういう話をしちゃうとね、ちょっとこう、いや、ちょっとこの辺にも着なくなった革ジャンたちもかけてあるんだけど、これもやっぱりちょっと思い入れはあるもんね。まあ、これは着ようと思えば着れるしね。これも着ようと思えば全部着れるんだけど、これ42号なんですよ。そう。そういうのがあって着なくなっちゃったやつね。これ全部ショットです。こっちにも、こいつらにもやっぱ思い入れはあるしね。よいしょ。まあ、個人的にどれが一番お気に入りですかって言われると難しいんで、まあ、やっぱり全てですと。でも一着一着にそれぞれの良さはあるよね。うん。で、最近ちょっと面白いなって思い始めてんのが、この4着が今、5着か。ショットなんですけど、ここにある中で。618、これ613。で、ただこの613は前にも言ったと思いますけど、牛タグ、70年代後期の牛タグの復刻版です。これは。まあ、それでもね、クソかっこいいんでね、着てるんですけど。で、これ217ね。で、こっちが 613SJH。で、これが 613US。サイズは、この3着は38です。で、この復刻、牛タグ復刻モデルは40。で、618も40。なんですけども、90年代の頃のバイクタグ後期モデルと、牛タグ後期モデルの復刻版、共にサイズは40なんだけど、こっちの復刻版のやつの方がちっちゃい。まあ、いつも言ってるように視聴者様もね、ご指摘くださるように、やっぱり個体差っていうのがあるから、まあ、それはね、私もね、最近、これが個体差なのかっていうのが分かってきたんですけど、いやー、面白い。着ると分かる。まあ、この2着はまあいいですわ。まず217を手に入れたじゃないですか。で、217の38号を手に入れて着てみたら、まあ、着やすい。革の質もそうだしね。あとサイズ感。サイズ感がね、もう超今の俺にぴったしなんですよ。うん、スペックまたこの辺に出しますけどね。176センチの今日病院で体重測ったけど72キロでした。その体型で217-38号ってちょうどいいんですよ。中にこういう厚手の寝るシャツを着ても全然普通に苦しくなく着れる余裕があってね。その何十年かぶりにこの新品の革ジャンを買うときにいろいろ悩んでこれを買ったら、まあ大当たりだったわけですよ。現代のこの現行モデルのショットっていうのはここまで着やすいのかと。まあ当然革が革だからねっていうのもあったんだけど、その後に SJH。SJH も私の昼間の方の動画でよく着てるシーンが出てくると思うんですが、これを購入するときに SJH が欲しいってもう決めてて、で、しかも色はこれ。これなんていうの？バーガンディっていう？オロラセットっていうのわかんないけど、とにかくこの色の SJH が欲しくて、でもなくてさ、ずーっとさ、新品じゃないから。ずーっと探しててやっと見つけたのがこれだったんだけど、速攻でしたよ。そうです。私がダメ人間です。まあ、安く手に入れ
れられて、ほぼ新品同様だったんでね、ちょっといい買い物したなと思って。で、まあ、それから1年近く経ちますか、もう、ずっと着倒してるんですけどね。全体的にすごいいい感じのね、この前の動画でも言ったけど、感じになってます。で、到着した時に着て、思ったんだけど、それ動画で出してるんだけど、217の38より SJH の38の方がちょっとちっちゃいんですよ。で、その時に視聴者様にご指摘されたのが、個体差だと思いますよって。で、私も217と SJH 持ってますけど、そこまで違いはないですみたいなこと書いてくれた方がいたんですよ。で、あ、いや、そうなのかと思って。なんで今お話ししてるのは、私が持っている革ジャンに対してのお話です。私が持ってる SJH は、217よりちょっとちっちゃいんですよ。特にね、袖のこの辺、ここね、ちょっとわかんない。こいつが柔らかいからそういうのを感じないだけなのかもしんないなっていうのは最近ちょっと感じ始めたんですよ。それなんでかっていうと、こいつずっと着てて、すごい馴染んできたもんで、その最初の窮屈さっていうのはもう一切なくなったんですよね。で、この SJH も217よりきついとは言いつつも、中に一応厚手の寝るシャツは着れます。217の時みたいに余裕はない。パツパツになる。中に厚手の寝るシャツを着るとね。うん。まあ、元来革ジャンっていうのは T シャツ1枚で着るのが私は一番かっこいいと思ってるんで、どうしようもなくウォーキングとかね、行く時にね、どうしようもなく寒い時は中にも着るんだけど。だから、まあ私は大概革ジャンの下は白い T シャツ1枚なんで、一応10オンスのね、T シャツをいつも着てます。それは前また動画に出したんでね、詳しく知りたい方はそっち見てもらえるといいんだけど。で、まあね、SJH はもう今いい感じにクソ柔らかいんですよ、もう。それはなんでかっていうと、後でまた説明をしますけどね。で、その後に、UST か US か最初迷ってたんだけど、US にしようと思ったんです。それはなぜかというと、よいしょ。US の方が昔の618とか613のショート丈に近いらしいんですよ、やっぱり。すごいスタイリッシュになってますよ、袖の太さとかね、あっちこっちが。まあ、それでもね、昔のこの逆三角形みたいなやつじゃないスタイリッシュな、でもなんとなくこいつみたいな感じのやつらしいので、すいません、間違ってたらごめんなさいね。私が調べた限りよ。で、じゃあ US 行くかって思って、探してたらたまたまこの色が出てきたんですよ。これね、ブラックじゃないんでね、ブラウンなんで、これクソかっこいいのよ。同じ38じゃないですか。まあ、確かにこっちは、トールってついてますよ。でも、現行モデルのショットだから同じサイズで大丈夫だよなって思って SJH でさえね、そうだったから大丈夫だろうと思って購入したんですよ。そしたら、まあ、ちょっと待ってね、着てみせるよ。なんだこれ、こういう機能があるのか。はい、ちょっとね、うまく映ってるかどうかわかんないですけど。ショット。613US、38号着ています。ちなみにもう一回出します。身長176センチ、体重が72キロ、本日。ちょっとこれチャック閉めようか。こういう動画いっぱい出てるよね。俺もやってみたかったんだ。よいしょ。これ見てもらうとわかると思うんですけど、今ちょっとね、夕飯にね、餃子定食をたらふく食ってお腹がパンパンなんですけど、わかると思うけど、ギチギチなんですよ。下に寝るシャツなんか着れない。T シャツ1枚でもギリギリ。ちょっと待って。あとね、俺がね、3キロぐらい痩せれば、それでも中に寝るシャツ着れるぐらいになるかもしれないですけど。で、まあ、これちょっと届いてね。まあ、着てさ、ちょっときつくねって思ったんだけど、やっぱちょっと、モデルによって、もちろん個体差もあると思いますよ。同じ US のサイズが並んでたら、そっちの方がちょっと緩いかもしれないし、ね、それはわかんないんだけど、今俺が持っているそのショットだと、US モデルは、ちょっと他のやつよりちっちゃいんじゃないかなって今思ってる。できれば肩幅もっとちっちゃくてもいいぐらいなんだけど、この辺だけちょっときついんだよ。これ、前の人が詰めてね、実は。そういうオチがあるかもしんないけど。まあ、ギリギリちょっとまだね、着れるんでいいんだけど、まあ、あと2キロぐらい俺もね、痩せる予定でいるんでね、楽勝だと思います。で、これちょっと SJH 着てみましょうか。腰が痛い。もう何の話してるか分かんなくなってきてますよね。T シャツの袖をここに入れてるんです。こういう風に。こいつも。よいしょ、グッてね。よし。そうですね。これが613、SJH38 号です。じゃあちょっと、
チャック閉めてみます。またGバンクソずれてくんない。余裕があるんですよ、こっちは。わかんねえか。わかんねえよな。カメラで映ってる限りは、俺はもう全部のデブだから。わかんないと思うんだけど、余裕があるんですよ、こっちの方が。こうね。まあ、こなれてきたっていうのもあんのかもしんないですけど、あからさまに、多分ね、来てくれるとわかると思うんだけど、あからさまにこいつちっちゃいんだよな。これ詰められてんのかな、見たってわかんねえよな。まあ、この袖の辺とかはね、そんな、ここね、ここ。ここはね、そんな217も US もこいつもね、変わんないです。うん。ここがちょっと違うね。まあ、肩幅も微妙に違うか。ウエスト周りは SJH の方が緩いのに、肩幅は US よりちょっとクッてなってるんですよ。まあ、個体差だと思うんですよ、これはね。だから革ジャンは面白いってね。まあそんな感じでですね、ちょっとなんだっけ、MX さん、XM さんだっけかな。やっぱりね、どれか一着選ぶっていうのはやっぱり、できませんよね。で、どれが最高ですかって言われたんで、ちょっとまあ言っときますけど、私が所有している私の革ジャンたちは、すべてが最高です。みんな同じ答えをすると思いますよね。だってさ、誰しも彼氏もさ、やっぱり自分の彼女とか奥さんが最高の女性でしょ？やっぱり。まあ、心の中ではわかんないけどね。俺もね、心の中じゃ死ねよ、このメス豚って思ってた時もありますけど。おお、いかんいかん。襟が寝てた。やっぱり、自分が好きでやっぱ所有しているものなので、全部最高なんだよな。すいません、参考にならなくて申し訳ないです。あとさ、さっきも言ったんだけど、その革ジャン、まあ、ブーツでもジーンズでもそうだけど、やっぱエイジングが進んでいくと着やすくなったり履きやすくなったりするから、まあ、革ジャンの場合ってさ、もうひたすらやっぱ、まあ、革ジャンでもジーンズもブーツもそうよね、エイジングが進むかっていうのなんかさ、例えばさ、一つしかないじゃないで、どれだけ長く着用できるか、長い時間をね。ちょっと私の場合は仕事柄さ、ジーパンとかはもう作業着に使ってるので、ブーツもまあまあ長い時間を着用することができるんですよ。うん、革ジャンもそうですよね。私作業、例えば今日これ着ますって決めた時にさ、前の晩に決めるんだけど、まあ、次の日はさ、朝起きてさ、ご飯食べ終わった時からもう革ジャン着て、くーちゃんの散歩行って、その後お仕事に、作業に入るまでの間着て、で作業の間は脱いでるけど、休憩時間にまた着て、で終わったらまた着て、そっからずっと着てますもんね。うん、お風呂入るときは着ないけどね。お風呂上がったら次の革ジャンを決めて、そっからまた寝るまでの何時間着たりしてるんですよ。そりゃエイジングも進みますよね。ウォーキングの時も着てるし、でウォーキングする時なんかもうこうやって革ジャンクニクニ揉みながら歩いてますからね。こうやってこうグニ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 あちこち揉みながらね、これがおっぱいだったらなって思いながら。そうです、私がダメ人間です。まあそういうのをね、繰り返したら、繰り返してるわけじゃないですか。まあそしたら、この最初はすごくね、反抗的だった SJH ちゃんがまあ従順になってますよ。すごい、もうノンストレス、もう217の次ぐらいに着やすい感じになってます今ね。まだまだちょっと進められるかな。ちょっと革ジャンでも、まあジーンズでも、どれだけ長く着用してられるかっていうのでやっぱり決まりますよね。 SJH もここまでちょっとこう柔らかくなるとさ、めちゃめちゃなんか着やすいのよ。ちょっとね、まだまだね、今シーズン入ったばっかなんでね、育てるのが楽しみですけどね。そうなんです、視聴者の皆様、私ちょっとここ最近いろいろあってさ、くじけそうにもなりましたよね。えもう YouTube やめちゃおうかなっていうのもありました。うん、でもね、次の日になったら日は必ず昇るんですよね。で、苦しい時も抜け出す時があるんですよ。俺居酒屋やってたからよくわかるんだけどさ、忙しいっていうのはこのほんの短い一瞬なんですよね。それを越したらさ、少しのお客さんが長く居座ってくれるっていうのが続くもんでさ、忙しいのはほんの一時なんですよね。辛いのもそう、辛いのもほんの一時なんです。貧乏なのもそう、そのうち抜け出すことができる、自分が頑張ればね。そう思って頑張っております。私の頑張れるその源っていうのは、あの革ジャンが欲しい、あのブーツが欲しい、あのジーパンが欲しいっていうのですね。もう一回言います、そうです、
私がダメ人間です。はい、そんな感じでね、カバジャンのお話から最後はしなびたおっさんの欲望のお話になってしまいました。ちょっと今からねブーツも磨きたいんでね、もうちょっとこの部屋でねカバジャンたちを眺めながら寝酒を楽しもうと思います。本日も最後まで優しい目と広い心でご視聴ありがとうございました。